はい、どうもムックミユです。リトルナイトメア一応クリアはしたんですけども、DLC があるので、DLC の方せっかくなんでやろうかと思います。このね、ニューゲームに すると、本編が始まってしまうんですけど、チャプター選択で、DLC を選べるんで、これが本編の方ですね。でね、一回クリアしたから全部選べるはずなんだけど、トロコンしようと思ってトロフィー取ってたんだけど、最後ね、一個だけね、1時間以内にニューゲームで始めて1時間以内に一度も死なずにクリアするっていうのがどうしてもクリアできなくてですね、何回もこう挑戦した結果、毎回ニューゲーム選ぶからこれ1個しか出てないっていうまあそれはどうでもいいわ。でこれが、下のやつが DLC の方ですね。主人公がなんか男の子になるかな。まあ早速ちょっと DLC の方やっていきたいと思います。で今回は本編だとハグ、ノームをハグするのと銅像を集めてたんだけど、今回はなんかメッセージを集めるみたいですね。ちょっと操作方法覚えてるかまあいいや、やろう。リセットされます。よろしいですか。はい、あ、アルカナさん番茶。みんなもう適当にゆっくりしといていいか。もうこれちょっとね、配信を垂れ流しといて、あ、モンハンするなりなんかお菓子食べるなりしてください。で、気が向いたらコメントしてもらえればあ、泳いでるな。やっぱり主人公が男の子ですね、これ。絶対私右に進むと思うんだよねこれえ、もう、あ、え、ここなんだ。デイキさんこんばんは。ブラックサンダー食べるよ。食べて。これってあれじゃん、本編でさ最初に手長い人が現れたとこだよね確か。ここにいたんだこの子。多分ね、本編と結構つながりがあると思うんだよね。全然私前知識ないんだけど、どっちだろう。本編だとこっちに行ったけども、あ、ライター持ってないぞこの子。ん、四角で走るの一緒で、スライディング、しゃがむで多分 R2 で掴むんだろうね。あれ、掴めないぞ。高さが足りないのかな。いや、でも確か R に。なんかうごめいてるな。おお。あ、追っかけられてる。あ、あれ6じゃない。私がいる。下に。あ、違う子供かな、もしかして。6に見せかけて、違う子供かもしれない。また DLC 第2弾の方でね、あるかもしれないね、あれ。ちょっとあの子が捕まってる間に私はこっち行こう。絵がある。これメッセージ？違うか。メッセージが多分ね、どっかにあるはず。あ、穴開いてる。穴開いてたっけ。落ちよう、とりあえず。おお、あれがいるぞ。なんか捕まっちゃいけないやつ。ヒールみたいな。あ、ここか。
で、こっちかな。届かないよね。下に降りるのかな。あ死んだわ。死んだわ。アバンチャ。議論がね、ちょっと待ってね。本編最終回しか見てない。え、これどうやって降りるんだ。なんだろう、落ちながらあれ掴む感じかな。あの鉄格子みたいなとこね。スーパー死んでるわ。こう落ちながら、お、いけたいけた。で、どんどん下に。よしよしよし。あ、ランプとかなくなってるね、やっぱ。これどんどんあれだね、6の最初のステージをこう戻ってる感じ。あれでもこっち側行けなくない？あれ？こっち行けなくないか。あれないよね。なくなってるぞ。あのこう一番向こう行ったら、あっ、ね、誰かいる。あそこ、あっちに行けということかな。こっち行って、危ない。なんか女の人がいた。しかも電気が通ってないよ。ちょうど電気がてかライターがないからちょっと見えづらい。あ、ここ通れるな。こっちなんかあったりしないかな。ドアの向こうないか。暗いよ、怖いよ。助けて。あ、あ、あの人が垂らしてたんだね。あの、あ、これか。なんか6やってた時、あの、ん？ちょっと待って、この上届くかな。あ、届いた。これじゃないか、あのメッセージ的な。あ、これだ。メッセージゲット。え、なに、ポケットに。ポケットに入れてくの。これなんかどんどんポケットいっぱいになっちゃうんじゃない。でもなんかさ、この主人公の男の子さ、名前わかんないんだけど。この子なんかあの6にパンくれた子。一番最初6がお腹空いた時にパンくれた子になんかどことなく面影似てないかなって気がするんだけど。よいしょ。とにかくあの女の人を追う感じだね。待って、お姉ちゃん、僕を置いてかないでよ。よいしょ。野原さん、こんばんは。ここはメッセージあるかな。え、ないか。うん、中入ろう。おお、あ、なんだこれ。なんか登った方がいいような気がした。え、絶対なんか
出てきそうだね。行こう。えい、頑張れ。なんか引っかかってる。え、歩いてる。え、ここ歩ける距離なの。待って、なんか今引っ張れたよね。あっちまで持ってくんだね。あれ、ガノトトスが、ガノトトスが、あ、こんばんは、ヨシさん、アスカさん、みんなみんなっていうか、めちゃめちゃ重いじゃん。やっぱ水圧でだいぶ重いな、これ。あ、これもう6が通った後かな。なんか、あ、そうでもないか。あれ？待って、あっちなんかボトルとかありそうじゃない？なんかここのステージだけで5個もあったから、ボトルないかな？なんかここら辺にないの？あれに、でも多分どっかにあるんだろうな。見えないけど。よいしょ。あれ？登れた。あ、懐中電灯見つけた。この子懐中電灯なんだ。いいね。ライターより全然光が見える。見えるけど、これちょっと操作が難しいね。酔っちゃいそう。なんかぐるぐるしてたら。わー、いるわ。ボトルどこにあるんだろうな。見えない壁。よいしょ。まあ、リトルナイトメア一応何回死んでも、なんだこいつ、早いぞ。大丈夫だから。えい。あ、落ちてくるな。走れ走れ。おお見てなかった、ちょっと。死んだすごい群がってきてる。ゆいはどこにって、それはあれだ、夜回りさんの方ですね。たなぞうさんこんばんは。グッググーはカーくんかな。えい、じゃあちょっと待って、へい、乗る、登る。うわー、気持ち悪いな、あのヒル。で、こっちに飛んで、上行って、こだ。壊れた。お？水が多いんだね、この子のステージは。これなんかあるのかな、こっち。カークンシャメね、東京ゲームちょ、コメントでね、生配信しながらやってるんでね、これちょ、コメントで私が送ったカークンシャメが可愛いと、東京ゲームショーのカークンの着ぐるみがを撮った写真がねあったんだけど、それをちょっと送ったんですけどもめっちゃ可愛かったな、あのカーくんの着ぐるみ。いやー、今年も東京ゲームショーいないかな、カーくん。いたら撮るのに、いたら撮って、ツイッターにあげよういたよカーくんって。あ、人形があるぞ。私が来たの、カーくんって。いやー、来たかったけど。あー、なんか動いてるなー、あそこ。なんか来てるなー、これ。間に合う？間に合うのかな？よいしょ。ほいし。普通に間に合った。
メッセージボトルが全然ないね。多分だいぶ見落としてるね、私。ここはなんだ？入れないか。あ、レミリアさん、こんばんは。初見さんかな？私なんか初めて見たかな。あれ、落ちる感じ？あ、落ちる感じか。いった。おお！めちゃめちゃ詰まってますけど、これ。ダメだった。触れてはならぬものだった、これ。これ触れちゃいけないやつですね。あの高さはね、落ちて大丈夫だったね、足。これを触れちゃいけないってことは、こっち？どう？あ、これは？投げるとか。よいしょ。わあ、早い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 よ。こっち行って、こう行って、回ってから、じゃーん。よーし。あいつは登れないんでしょ、どうせ。はあ。ん？こっちじゃない。いや、なんかノームの声が聞こえたぞ、この奥。わあ。落ちたわ。あれ、皆さん、初見じゃなかった、ごめん。スイッチを押したら何かあるんですね。てか、ここなんかボトルありそうだね、ボトル。ボトル全然見つけてないよね。あ、深夜回りの時か。マジか。多分私が必死すぎてね、見れてないんだろうね、名前を。え、重い。だいぶ重いぞ、これ。こっちが先か。じゃん。あ、届かないわ。ちょっと待ってね。えい。で、あ、これで入るんだね。ここが。よいしょー。あ、これで多分向こう側に行けるようになるのか。え？あ、そういうことじゃないの？泳いでいく、もしかして。これを泳いでいくとか。泳げないね。ん？あ、わかった。水かさが増す前に行かなきゃいけないんだね、多分。これを一回、こう引いて、で、ちょっと一番下まで引くか。で、よし。で、ここ入って、急げ急げ。で、あっち行って。あれ？あ、いいのか。あ、なんか中途半端にすれば OK だった。なんだ。上登りましょう。
なんか私、水がね、いっぱいになる前にこっちにこう泳いでこなきゃいけないとか、そういう そういう感じかと思ったけど、そこまで厳しくなかったな。あ、なんか進んだ。これは？あ、すごいね、カメラにライト当てるとめっちゃ眩しい。ここは違うか。なんかいますね、あそこ。あ、お休み。忠蔵さんお休み。あそこいますね。どうすんだろう。なんかある？いや、あいつが。よし。今。来てるな。来てますね。えい。イエーイ。次あのソファーか。あいつが、おお、え、なんか落とされたんですけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って、乗る。早く行かなきゃいけなかったんだね。なんだそりゃ。なんだそりゃ。早く行けよみたいな。お魚さんもね。魚だか人魚だかよくわからないけど。いいや。もう行っちゃいましょう。で、はい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 。で、あっちか。よし、いいんじゃない？乗って、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプして、あっちだね、あっちだね。ちょっと乗ります。で、ジャンプして、よーし、いけた、いけた。あー、怖い。この魚ね、めっちゃせっかちだわ。魚なのか何なのか分かんないけど、早くプレイヤー降りてこないと私暇なんだよみたいな感じで小突かれたけど、さすがにここは小突かれないよね、この今乗ってるとこ。どうすればいいんだ。一回、あ、もうあそこにいるわ。一回そこに乗って、んー、汚い目、別に何者かわからない魚がね、怖いわ。ちょっと待って、そこに乗ってからあっちに行く？間に合うかなこれ。いや、ジャンプすれば届くか。ここ乗れるでしょ。で、あー、奥行きわかんないな。こうジャンプして、で、あ、間に合わないね、間に合わないね。あう 間に合わないね。こっちじゃないのかな？ブラックバスって。こっちじゃないのかな？多分パイプから乗る感じはあってそうだけど。いや、あっちなのかな？あ、ボトルあるし、あっち。ちょっとあっち行ってみよっか。あ、無理だわ。いるわ、目の前に。あ、意外と？意外と間に合ったんじゃない？あ、間に合ったな。こんばんは、黒猫さん。あ、こんばんは。トヤさんもこんばんは。で、この後どうするか。これもしかしてこの魚ライトの方来てる？そんなことない？そんなことないか。多分あっちに飛び移っての方がいいよね。よいしょ。行こう。
で、こっち行って、乗る。あ、あ、ちょっと待って。あ、失敗したー、そこから。あれだね、あそこからジャンプしないとダメだわ。ボトル取ったとこからじゃないか。あれ？あ、なんかギリギリ渡れてる私なんかギリギリ渡ったことになってる。そしたらこうじゃないな、こっち登ってあ、ラッキーだなこれ。よいしょ、こっち行って、これなんだろう、これを持ち上げると、ここ持ち上げると、え、どういうことだ。いや、多分あそこの、あ、危ね、あそこのフックに捕まらなきゃいけないんだよね。ん？なんかここら辺にボトルとかないのかあ、なんか引っかかった。あ、やばい、あ、なんか引っかかった戻れない、戻れない。あ、戻れた。なんだろうこのレバー。よいしょ、これを、あ、さらに回せたわ。あ、引っ張ってたのかあいつが。え、なんか手がありますけどね。 あの手に捕まる。よいしょ、え、この手に捕まるんじゃない、もしかして。違いますかね、違いますかね。あ、来てる来てる。登れない、登れない。あれ、あの手に捕まる感じじゃないのか。普通に縄に捕まればよかったんかな。なんかね、サーカスみたいに私、あの手に捕まってヒューみたいな感じで行くのかなと思ったけど、そういうわけじゃなかった。よいしょ、で、回してって、でめっちゃ引っ張ってるけどちょっと離してもらって、これ一番上まで持ってっちゃいけなかったとかかな、もしかして。ちょっと下げて、ここら辺よいしょ、ちょっと待ってね。ここか？あ、捕まれた。で、あ、上に行ける？あ、あ、間違えちゃった。間違えちゃった。あ、さよなら。さよなら。さよなら。いや、もうちょっと上でよかったな。ちょっと操作がたまに思い通りいかないときあるからこっち行って、これさ、後ろに、え、ちょっと待って、もうこのまま行けないかな、向こうに行けないね。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光すだめのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光
を